その避難というか生活で食とか寝る場所、支援圏外だということもあるのでスライドをご用意させていただきました。でここが当時通っていた、富岡高校という高校なんですけど、ここになりまして、で私が、その震災の起きたまさにその時過ごしていたのは、すごい横揺れと縦揺れとが続いて、富岡駅が津波で流されましたと連絡があって、そしたらそのままちょっと電車では帰れないじゃんということになって、学校が避難所に。結局3月の11日はその日の夜9時ぐらいですねに、私の母親と妹が車で迎えに来てくれていて、でようやく自宅に着いたのは真夜中でした。この3月の12日の、昼間のことでした。私が、家の中の1階にいたんですけど、橋が落ちてないかを見たんですね。ですが全然落ちてなくて、じゃあ何だったんだろうとあっけに取られて見ていたところ、この写真のように前から1台の車が走ってきて、地区 の住民の方だったんですね。原子力発電所が爆発した、逃げなさいって言ったんですよ。で私は爆発、原子力発電所、なんか全然そのワードが結びつかなくて、何が起こっているか分かんないけど、とにかく逃げようということで、そのまま自宅にそのまま戻って避難所に行くための、ちょっとした荷物っていうか布団とか数日分の食料とか、あと身近なもの貴重品とかを持ってそのまま家を出たんです。でそれが12日の日中のことで、まさかそこから1年近く私は自分の町に帰れなくなるとは全く思いませんでした。県外へもう3月中に避難をして、で家族も私の父親が町の職員なんかに乗ってずっと避難所についていなくて、まず千葉県の高校に転入したんですね。で友人たちともバラバラで、家族もまだ遠くにいて、その避難所生活をしている中で、まあ、自分だけ新しい環境で全くこう周りの人ももちろん知らないし、被災の経験も違う人たちと一緒にいることが本当にそのギャップがものすごく心の中で、で話したくてもその当時は話すことはできませんでした。あまりにも経験が違いすぎるし、その今も続いているって現状をなかなか言えなかったんですね。でそんな自分を変えた出会いが千葉でもあったりするんですけど、これこの方が当時宮城県の名取市の閖上町というところで、心療内科クリニックを開けていた、小山の一歩さんという方なんですけども、この人がたまたま私が避難していた千葉県のその地域に、活動報告来ていて、ここで行ってみたらこういう方に会って、でその方が言っていた言葉が私がこうやって震災経験を話せるきっかけになったんですけども、こういう震災を経験した体験を話すことは、その後の PTSD の予防につながるっておっしゃってたんですね。なので実際にこの桑山先生はその心療内科を開けて、その当時から来所される方の話を聞いて心のケアをされてたんですけども、そういうことを聞いて、あ、震災の経験って喋ってもいいんだっていうことを初めて知ったんですよね。で初めてなんかその話したいという気持ちを肯定されたような気がして、こういう涙が出たんですけど、その後にその様子を見てくれていたその学校の先生がその様子を見て、自分の経験をクラスメートたちに話してみないっていうことを持ちかけてくれて、この会に参加した数名の3人ぐらいのクラスメートと私と先生で放課後の教室でみんなで話すっていう対話する機会を設けたんですね。で一通り喋った後に何て言われるだろうって本当に緊張したんですけど、のクラスメートの人たちからは、実は私たちも気になってたんだけど聞いたら傷つけちゃうと思って聞けなかったんだよねっていう気持ちを聞くことができました。でさらにその経験を聞いて、そういうことがあったんだってことが初めて分かった、話してくれてありがとうって言われたんですよね。それを聞いて、まさか感謝されるとは思わず、でもそういう気持ちだったんだっていうのを初めてその対話をすることを聞けて、
その場が自分に与えてくれたものはすごく大きかったですね。で、こういう経験を経て私は話すこともそうですけど、こうやってその、まあ、いろんな思いを抱えた子どもたちがいると思うんですけど、その子どもたちをサポートする大人になりたいと思って、でここは震災後に被災した子どもたちが自分たち の思いを寄せて、で企画アイデアで建てられた児童館になります。そこの中で思いを共有し合ったり、つながりの中で自分たちがやってみたいということを実現する、そういうような活動をしていました。で、今日隣に並んでいる西条さんも実はこの子どもセンターライツで出会ったあの子ども一人なんですけども、ともかくあのみんなを肯定する環境というか、この中で何もやっていいよっていう中で、いろんな思いとかやってみたいことが生まれて、あのすごくあの刺激的な日々だったなっていうふうに思っています。昨日まで一緒にご飯を食べて一緒に遊んでたのに、まさか数日後にこんな変わり果てた姿で会うことになるなんて思ってもみなくて、その時の私にはとても受け止めきれないほど大きな出来事でした。まさか自分の身の回りの誰かが死ぬなんて思ってなかったし、すごく死ぬことっていうのはすごく物語とか私にとってはその非現実的なことだったので、とても受け止めきれず、もちろん死んでしまった、いなくなってしまったことは理解はできていたけど、受け止めきることはできませんでした。私は今の方がすごく悲しみが強くなってきました。当時は何だか分からなかったことが分かるようになってきて、考えられなかったことが成長するにつれ考えれるようになってきました。妹は小学校に入る前に亡くなってしまったので、ランドセルが分かっていて、それを背負うのをとても楽しみにしていました。なので一緒に小学校に通いたかったとか、中学校はどんな部活に入ったんだろう、私の心が成長していくためにいろんなことを考えられるようになって、すごくすごく悲しくなりました。そんな気持ちを家族にも友達にも誰にも言えずに、そのまま月日が流れていきました。私が10年が経って、先ほどあったそのトークのフリートークで初めて震災のことをあの大勢の前でお話ししました。で、私が話せるようになったのは、何か言葉がお二人みたいに何かきっかけとなる言葉があったとかそういうわけではなくて、ただ単に時間が経ったから、妹の死と向き合えるようになったことで私は話せるようになりました。話すことで私はこの気持ちを整理しています。もう二度と私と同じような思いをする人が起きてほしくないし、同じことを繰り返してほしくないという思いからお話ししているので、そういうふうに受け取ってもらえたらいいなと思います。